ややったらやろうちょっと待っててあ、そういえばさ、まあ、これは誰にもまだ言ってなかったからもう初めてなんだけど僕の食生活ってさここ2ヶ月ぐらい、まあ、この「札幌24軒担々麺のスープ」っていう、まあ、この知る人ぞを知るスーパーのラーメンのたれ売り場 にこっそり置いてあるんだけれども2の中では絶大なる人気を持ってんだよねまあみんなこれ知らないと思うんだよみんなはね見たことないと思うんだよ下手すればこの恐ろしくうまいこれ100円ぐらい売ってるんだよねだけど最近2ヶ月ぐらいは、まあ、特にジムに行った後えー、鶏のもも肉と これ万南ご飯を入れて、これ、雑炊を作って食べるっていうのを、2ヶ月ぐらいやってたら、すこぶる健康良いんだよすこぶる。名前なんだって、えっとね、ベル食品、札幌24軒から出てる、担々麺スープ、北海道大豆100%使用の白味噌のコクに、練りごまとラー油を合わせた香ばしい風味までが商品名なのよ。痩せたか太ったかっていうと、痩せても太ってもいない。 ずっと6 5キロと6 4ロの間行ったり来たりしている。で、多分ね、6 4キロと6 5キロを行ったり来たりしている原因も、髪の毛が伸びたかとか、下の毛を剃ったかとか剃ってないかとかで1キロ変わってるだけなんだよね。だから、その完全の身の部分、僕の身の部分で言うと、びくともしないと思う、体重。増えてんの毛だと思うんだよね。で髪の毛がどんどんん ボワボワしていくからその分だと思うんだよおそらくねでこれ食べる時に必ず僕この雑炊、まあ、単純にこれ混ぜただけの雑炊ができるのよ死ぬほどうまい多分世界一うまいと思うんだけどできる雑炊はまあ君は食ったことないだろうこれ一回作ってから食うべきだと思うんだよで何がこれうまいかっていうと多分ね万難ご飯が 結構パサパササしてるんだよねそれが雑炊には多分一1回普通のご飯でやったんだよ僕普通のパックご飯なんかちょっと違うんだよなこの万んご飯でやることが決め手なのかしらんけどこの3つ組み合わさったときに今まで食ったのが一番うまい雑炊が出来上がるんだよねでかつね必ずこれ僕鍋で作ってんだけどき、まあ、君らも今から作るだろう鍋から作ったんだけど食べるときは あのジブリのもののけ姫の明日たかが序盤、あの金馬で米と交換するじゃん、で、自己棒に味噌の雑炊食ってもらうじゃん、あれを思い出しながら食うべき、わかるあの金馬で買えるよね、最初、米と、で、自己棒が謎のそのさ、お椀かなんかで、味噌雑炊作るじゃん、あれ、あれ、おそのあた、そのあたのお召し持ってくれ。 おみやぶりなワンダナみたいなところであっちょっあっちょっどっちかって自己棒だよね思い浮かべるべきはあれ明日か足、口つけたかはどうかは覚,えない覚えてないなつけてないか自己棒だどっちかってと食ってんのあれなんだよな僕の増数に対する憧れそれそうそなたの米だもっとおあっちょっあっちょっ と言いながらも自己棒だけ食ってるなっていうシーンあるじゃん自己棒だけおかわりしてるなあれを思いながら食うとうまさ倍増するからこれここまで,で教えちゃっていいのかなこれ無料で教える情報じゃないぞ今自分で言ってるけどめちゃくちゃ有意義だよ今言ってることっと精神的にもうまいんだよ申し訳ないへこれねただで教えるにはあまりにも情報の価値が高すぎるね つったら1人サブスクするからさこれやめられないんだけどさ <laughs> つったらさこの雑なスライドでさサブスク入れれる人いるからさもうやめられないよね出 <laughs> 逃げ場になったもんだな <laughs> これフル食品こするだけで熱しが湧いてくるからこの世の不思議なところがあるよただこすってるだけ <laughs> でもさ 僕ここじゃ止まらない男だっていうのは君たち分かってくれると思うなんか常に上昇志向あるじゃん僕って結構さ野心持つ男じゃんここで止まらないからこその幕末坂本みたいなところあるよねこの札幌担々麺スープと鶏のもも肉と万南ご飯と自己棒だけでもまあ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 、まあ、ミシュラン5つ星候補には入ってるかもしれないけど僕ねこれさらなるうまくなる もう1品追加する計画を立てたんだよ今日でそれも今日買ってきてあるんだよね今夜ジム行った後もうその1品追加四天の状態で今日試そうと思うんだけどその1品を今当てた人には僕からいや今ここに来てる視聴者全員に全プレイ行くわその1品チーズ惜しいね かなり惜しいや違うね納豆違うねそこまでねくどさを求めてないこれ当てられるかなただ僕の中でこれを入れることで何かパズルのピースがもう一品足りてないなみたいなあったんだよねもう一かけあまりのうまさで自己防そっ 通してものののけ姫のシナリオを変えるまでもうちょっとなんだよね。この味噌をす上手うますぎて最初に自己棒をうますぎて死亡するみたいなね筋になりそうなんだよ。味噌はね、ただたんたんめすべ入ってるだろうんー、惜しいな答え言っていい別に引っ張ることでもないけど今日ね、もうこれ入れるしかないなと思って味の素。 こいつだだと思うんだよね絶対味の素だと思うんだよな僕一品ぶち込むの行こう味の素300円で買ってきちゃったよ味の素まだまだ向いてないでやるのこれ自己棒そっとし死ぬぞ最初にまあ、アニメの途中でさ自己棒ひっくり返ってさパンツ出してたじゃんドヒャーっつって転んで あ、違うか最後の方かししがみのなんか入、頭の入ったでっかい鍋みたいな、土鍋みたいなやつ転がってきたときに、自己ボドヒャーでケツ出したじゃん。あれ、序盤で決められると思うんだよね。味のことぶち込めば。いけるよ。うまみ調味料入れるしかない。入れよう。当たった人いるまあ、あいないでしょ。いないいない。エペクセルか絶対うまいよ。 分かっちゃった分かった分かった太宰治も卵かけご飯にかけて食べてたのほら太宰,太宰治と図らずしも同じことやってるんだもんな明日から文学作品の小説家くは僕札幌の太宰治出たな鰹節子もいい悪くないねでも味の素だと思う いけるってええエーペックス起動しないなエーペックスは大体味の素って何,何なのかいまだに分かってないしな何味の素ってあれ何なんだろうね <laughs> なんかさ昆布から中昆布のなのかなグルタミン酸 いやいやいや味の素って言って分かってないのにグルタミン酸って言われて分かると思うかえ君ら結構バカだよな <laughs> え味の素で分かってない男にじゃあえちょっと待って待って <laughs> 分からんもっと分からんべおいグルタミン酸の味だよって言うてさ <laughs> 何じゃあ君らはさ味の素の味分かんないって言う人がいたらグルタミン酸の味だよとか言うの そっちは分かんないよね昆布なのかなだしの味それが分からないのよでも塩分を気にする声がさっきあったな塩分,分入ってんのかな内容量うん味の素の成分 グルタミン酸ナトリウム97.5%ほんとだグルタミン酸だあ、グルタミン酸だわ97.5%グルタミン酸だってえじゃあグルタミン酸なんだ合ってんじゃんえじゃあグルタミン酸の味するんだマジかえグルタミン酸だわやっぱりさ味の素ってグルタミン酸の味するからさ何かまた増水を極めるためには足りないと思ってたんだよね グルタミンだわいいね、コロはグルタミン酸ナ、ね、トリウムか。来たね。グルタミン酸ね。でもな。味の素を使ったことない。何にかけてもうまくなるよおそらくは。だ塩分 そっか、グルタミン酸ナトリウムだから塩分か気をつけないとなじゃあ少しその担々麺スープの量を少なくしよう札幌24軒担々麺スープにも入ってそうだけどな入ってるわけないだろう、そんなまがいもんじゃん <laughs> それずるじゃん味の素ぶち込んでますみたいなそれでうまいうまい言ってる僕の下もバカみたいだしな全部がバカみたいになるじゃん 札幌24期もバカだし、それでうめえうめえってごまかされてた僕もバカだろ。結局それ課長の味じゃん。科学調味料で下ごまかされてましたってさ、全員バカでやめろよ。救われない世の中だから。さて昨日の続きか。まあ、あとりあえず1ポイント